モーリストレーズの肖像死後の1965年、彼の生誕65周年を記念して発行されたソ連の切手の図柄モーリストレーズはフランスの政治家。1930年から死の1964年まで長らくフランス共産党書記長を務めた。1946年から1947年まではフランス共和国臨時政府の副首相を短期間務めた。 フランス北部、パイコールドカレー県のノワイエルゴドー出身。この町では、炭鉱業が盛んで、とりあえずも12歳で炭鉱夫として働き始める。1919年フランス社会党に入党するが、ほどなくして共産党に移る。党活動のため、数度の入国を経験する。1923年党初期を経て、1930年初期長に選出される。以後、 死の1964年までフランス共産党の党首として同党を指導した。国際共産主義運動の文脈においてトレーズはソ連の指導者であったヨシフ・スターリンによって支持された。また各国の共産党同様にレフトロツキーを批判しフランス人民戦線政権の成立第二次世界大戦開始当初からナチスドイツによる フランス占領まで見せたフランス保守政権による対ドイツ戦争への協力拒否、独ソ戦開始後の激烈な反独レジスタンス運動、戦後のコミンホルム参加、1956年のハンガリー動乱におけるソ連の軍事介入指示など、その島で一貫して、その当時のソ連の外交政策に追随し、フランス共産党がモスクワの長女と、 揶揄されるほどの真素派政党として活動する基盤を築いた。彼への批判の文書として、ハンガリー動乱でのソ連支持に反対して、共産党を離党したエメ・セゼールが出版した、モーリストレーズへの手紙、レトラモーリスタースがある。ありがとうございます。